どうも、極太の悩みとコウスケです。コウイチです。今回はですね、隣のトトロを100倍楽しめるトリビアです。よっ、金曜ロードショーをやるということで、みんなでもう一回見ようっていうことですね、はい、その見てる時にこういうとこをよく見ておくともっといいよっていう、なるほど、もっと楽しめる、ね、そう、どうせこいつらはボワーって見てるんでつぶやきながら、ね、トトロ来たやるトトロナウつってもっとこうね、注意するべきポイントというかご紹介していきます。集中して見てって、もう一回も瞬きしないでっていう、はい、ギンギンになってみようと。どこが目だよなんで急にまずですね、あのトトロの懐かしい感じ、あるね、あるね、うん、すごいエモいと言いますか、そう、ノスタルジックにもうすごい浸りますよねな感じになるじゃん、はいはい、あれが実際何がそうさせてるのかって分かる、うん、あー、なるほどなるほど、その演出は一体何なのかと、そう、あれが何なのかっていうとですね、うん、トトロはめちゃめちゃ本物を表してるんですよ。本物を真似て絵にしてるのね、めっちゃ精密に模写してるってこと。そう、アニメーションって結構、うん、架空のものを作り出すことが多いんだけど、はいはい、隣のトトロに関してはマジの草とか、うん、本物の木とかを元にして作ってるから、あ、適当に、まあ、草のイメージこんなんだろうじゃないんだ。そう、なるほど、精密だから小さい頃の幼少の自然の、ね、自然の中触れたきたものに対してなんか懐かしいなっていう。そう、俺ら大人になってもう自然にそんなに触れなくなっちゃってるけど、うん、そうだね、そうだね、子供の時はやっぱもう草とか虫とか木とかに触ってるから、うん、はいはい、それの感じをねすごい思い出させるのが、なるほど、描かれていると。だから細かく見ると、うん、マジで草が本物やなみたいな、そうなってるんですよ。へー、はい、でその隣のトトロの時代背景で、うん、宮崎駿はあんまり言ってないんだけど、うん、一応昭和30年代テレビがギリない時代らしい。メイとサツキのお父さんの部屋に飾ってあるカレンダーには1950年代というふうに書かれているので、そこもぜひチェックしてほしい。宮崎駿によるとトトロはどんぐりを主食とする生き物っていうふうに明言してるんですよ、はい、あ、そうなんだ。そう、どんぐりが好きなんだ。そう、あの生き物どんぐりが好きなの。まあ我々もね、あの栗は好きですから。違うな。え？な、何？栗は好きですから。栗よね、はい、俺別にそんな、まあ、俺女性のは好きだけど。ああ、急に R 指定になりました。ひどいよ本当に。で、あのなんか、はい、これじゃ違うな。次のつながりも良くないのよ、ね、あの、はい、本編のエンディングで、はい、どんぐりを山盛りにして喜ぶ、はい、トトロとメイの絵が描かれてるんですよ。何が悪いのかわかんない。全く分からないんだから、あの、まあちょっとね、まあちょっと、いや、そのままでいきます。はい。ここで今一気に視聴者がスッみんな離脱した。離脱した。どんぐりが好きだから、トトロがサツキにこのお土産を渡したの、うん、あれ覚えてる、あのシーン。お土産を渡したシーン、なんかこういう包みみたいな、で、その中にもうどんぐりがぎっしり詰まってんのよ、うん、ぎちぎちでどんぐりが入ってる。そう、あれはだからトトロからしたらもう自分の大好物だから、はいはいはい、お前らも好きだろみたいな。あこれ好きじゃないやつなんておらんやろ。そう、ねんだ。どんぐりをくれるわけです。そんなシーンあったっけ。そう、もうちょっと忘れてるな。そうで、サツキたちはそのもらったどんぐりを庭に植えて、うん、で、あのトトロと夜、うん、グーパッてやったんだっけ。そう、あれ、それがどんぐりだったんだっけ。そう、あれどんぐりだったんですよ。よく見たらね、そう、どんぐりが好きっていうのが分かるっていう、ね、あー、そこ面白いね。だからエンディングもちょっと見てほしい。あ、その木がじゃあ、うん、多分なってっていうことなんだね。で、山盛りどんぐりになってトトロが大喜びしてるっていう。ああ、そうなんだ。はい、エンディングになってるんですね。あ、そう、エンディングまで必見だね。そう、ちょっと設定として、はいはい、メイとサツキってあの名前がどっちも5月じゃん。で、プチ情報なんだけど、はいはい、お父さんとメイとサツキが松郷のボロッチ家、はいはいはい、あそこに引っ越してきたのが5月らしい、ちょうど。そうなんだ。そういう設定だったらしい。ああ、そうなんだ、はい、で、あとそれからですね、はい、ネコバスがメイを見つけた後に向かう七国山病院っていうさ、お母さんのとこに行こうって言って、はいはい、ネコバスに連れてってもらったじゃん。その時の病院の院の文字だけなぜか逆さまになってるっていう。ああ、はいはいはい、これはねちょっと知ってますね。割と有名な、はいはいはい、ところね。そうだね、そこをもう一回見てみよう。そうで、設定としてなんだけども、サツキとメイとあとお父さんが引っ越してきたあの家、うん、あれ実は結核の患者が休むための家だし、うん、そうなんだ、療養に使う家。ああ、なるほど。そうそう、なんだって。だってか宮崎駿はそう考えてるらしい。うん、で、なんか
よく見るとなんか庭がさ広くてさ、なんかちょっとそういう雰囲気というか人が休むような感じとかもあったりとか、お父さんがこうさ小説を書いてるあの部屋、はいはいはい、あそこもなんかすげえ日差しが入ってくるような日当たりがいい場所で、それもなんかこう太陽を浴びてリフレッシュじゃないけど病気をね少しでも良くなればいいみたいな感じで、そうだ、なんか気持ち的に風通りも良さそうだし、過ごしやすそうな感じはあるね、確かに。すげえ、でもなんかギシギシっていうボロ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 ってめちゃめちゃボロやな、まあ、でも実は快適であるということですね、はい、だからお母さんがね結構もう病弱じゃん、そうだね、そうだね、だから多分戻ってきた時に、そういうなんか過ごしやすい環境で暮らせるためにみたいな、あっていう意味も込められてるのかもね、多分ね、なるほど、はい、都市伝説風なんだけども、映画の後輩になるとサツキとメイの影がない事件、はいはいはい、はい、結構ね結構それで色もう死んでるんじゃないかとかいろいろねありますからね、で今回その金曜ロードショーちゃんと見てほしいんだけど、マジでないのよないよそうなるほどね、影はもう本当にないです、ないない、はい、でただ別にその死んでるからないとかそういうんじゃなくて、無駄というか、別にいらないっていう不必要だなっていうもので影を外してるっていう風にその言ってるんですよ、制作者側。ああそうなんだ、スタジオジブリがそうやって言ってるんで深い意図はないんだろうっていうことだけど、影がないからぜひ注目してねっていう、そう、なるほど、後輩になると、あここだっていうところで、あマジでねえ、あねえなっていう、あそうね、そういうの面白いね、それ見てほしい、はいはいはい、であとですね、設定としてサツキとメイがお母さんのとこに行くために猫バスに乗るんだけど、その時別にトトロは近くにいないんですよね、特にそのトトロがサツキとメイのことを助けるっていうことはその描写としてしてなくて、してないね、それを宮崎駿が言ってて、迷子のメイを探しに行くのも別に一緒には行かないと、でトトロはしかも特にそのメイが迷子になってもその泣いているサツキに同情することもないと、確かに確かに、その猫バスが近くにいるから、連れてってあげようかなぐらいの感覚だっていうふうに言ってて、サツキとメイにとっては、トトロがいるだけでいいと、別にその助けてくれるとかはしなくてもいいと、サツキとメイの夢だけど夢じゃなかったっていうあの言葉、そう、いるだけであんなに嬉しそうな顔するんだから別に存在してるだけでいいんだっていうふうに言ってるんですよ、だからよく見ると冷たいじゃないけど、そういう描写、なるほど、確かにそうだね、直接的にめっちゃなんか助けだとかっていうわけじゃないね、ないのよ、ああそうだね、おーそうなんだ、そうなんだ、ただいるだけでね、よくて、できっとそのトトロに会ったっていう思い出を宝物のように大切にするだろうっていう、何そのらしくないいい感じのでも散々死神だの化け物だのに言うとりますけど、はい、そういうものなんですよ、そういうものなんですね、はい、はい、ってことで、はい、以上隣のトトロを100倍楽しむトリビアです、はい、なるほど、はい、まあ、あの散々トトロはねいろいろ死亡説が出ていますけど、まあそういう面と今言ったね普通により深く見るみたいな、そうだね、まあ、確かに両方の面を持って見るのは楽しいと思いますので、ぜひ金曜ロードショーを楽しみましょう、はい、ということでまた次回のね動画でお会いしましょう、はい、さよなら、さよなら。